じゃあ、じゃあ前回あの横浜 DeNA ベイスターズの話をした時に、まあ、ちょっと選手のちょっと一場面をピックアップして、うん、はい、そこを豊さんに切り取って聞いていこうじゃないかっていう話になりました、ね、まあ、前回ですね、その上里選手が大野投手から満塁ホームランを打ったっていう話にもなりましたんで、うん、そこをちょっと切り取って豊さんにちょっと解説していただこうかなと。そこの、まあ、例えば気持ちだったりどういうあれ心境で入ってるのか、狙い球こういうの待ってたんじゃないかとか、そういうところまでちょっと掘り下げて聞ければいいなというふうに思ってますんで、ね、まあ、難しいけどな。よろしいですか、まあ、もう誰がモデルがいるのかな。はい、モデルが、モデルはもうやってもらえるモデルは任せてくださいよ。もうちょっとサイズ感が何を言ってんですか。バットより短くない。いや、何ですか。バットに振られてるってことですね。いいですよ、そんなの。ということで、ちょっと駒田さんをですね、はい、上里選手に見立てて、すいません、甘いマスクじゃないです。その解説をちょっと、マキもやる。あ、いいですか、マキ選手も両方。わかりました、じゃあマキ選手と上里選手、うん、両方ちょっとピックアップして、うん、いろいろお聞きしていきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、こんにちは、上里です。サイズ感が全然違うんだよ。違います、顔もちょっと違うもん、うん、それで、はい、上里がこの前打ったのはさ、はい、大野からでしょ。そうです、大野投手です。はい、こうまあストライクゾーンがこう急分割するとさ、はい、これ神里ね、ね、はい、ここら辺だったでしょ。そうですね、ちょっと高めの高めだったでしょ、はい、ね、変化球、はい、で前日は右の外寄り打ってたよね、はい、チェンジアップを、はいはい、ここでしょ、ポイントはここなんだよ、はい、これなぜかというと、はい、神里って左ピッチャーに弱いの。おー、分かる、はい、それなぜ弱いかというと、はい、構えて構えてステップして、はい、かかとにちょっと体重入れて、体重がね、ちょっと極端に言うとこう逃げるんだよ。ステップした時にしてする時に、はい、ね、あいつの特徴として、はい、そしたら低め打てる。それでまあ打てないです、ね、打てないでしょ、はい、これ高めしか打てない。あ、なるほど、はい、高めだったら出しやすいですよ、逃げながらでも、はいはい、だからポイントはここなんだよ、ここに投げた大野なんだよ。あ、なるほど、分かる、はい、もう一回やって、はい、かかとにステップして体重が来る、それで低め手出せる、出せないですね。でこうやって逃げてくるボールに対してどう、はい、低めは行きづらい、はい、打ちづらいよね。打ちづらいです。 手しか打てない、ね、手しか打てないです。はい、高めいくよ、まっすぐ、はい、逃げながら打てるよね、はい、打てます、打てます、打てるよね、はい、だからポイントはここなんだ。おー、なるほど、わかる、はい、まあ、見てる人もやってみ、こう体重をかけながらやってみ、はい、もらったらわかると思うけど、はい、やっぱここがポイントなんだ、はいはいはい、だから逆に言えばここしか打てなかったっていうところに大野が投げちゃったってことですか。でもここを捉えたっていう神里もすごいけどね。上里選手のそのかかとに乗っちゃうっていうのは癖なのか、直そうにもできない。だから左ピッチャーに率が上がらないっていうのはこういう、そういうところだ。踏み込みに行けないっていう。踏み込みに行けない。普通左バッターはここら辺を狙ってんだよ、はいはいはい、左ピッチャー、はい、だけど上里はここら辺を狙ってる。むしろここしか打てない。この体の使い方によって打てるところが変わってくるでしょ。変わってきますね。はい、だからここら辺がミソだった。はあ、でも狙ってるところに来て、狙ってるところに来たんだ。そこもしっかりしっかり捉えたっていうというホームラン。はあ、これがここら辺に、同じコースのここら辺に来てたら、はい、ホームランにはならなかったという。なるほど、分かる。そうですね。で、はあ、マキ、はい、マキです。マキは右ですから。マキに、ね、ちょっと体型は似てるけどね。いや、結構でもマキ選手顔は似てるかもしれないです。マキはいや拾ってください。メガネかけてないでしょ。はい、まあまあこうストライクゾーンがある、ね、はい、まあ、マキ、こっち、マキ選手も打ってましたからね。マキ、あいつはね、頭がいい。ありがとうございます。もうマキだからね。いや、それはもう成り来てますけど、はい、入ってる。それで、はい、技術的には2つ持ってる。2つ構えて、グリップをインサイドから出して振るの。もうちょっと前に出てもいいよ、うん、こうですか、うん、出すのと
ヘッドを先に出すタイプ。難しい。ヘッドを先に出す。え？違う。インサイドから出すのと、はい出しますねはい、逆に早くヘッドを使っちゃうっていう。あ、こうすか。どう打ち方を二つ知ってる。え？二つ知ってる。内側とインサイドアウトみたいな。こうやって出すのと。はいはいはい。二つ持ってる。ほう。これはどういう使い方をするかというと、はい、例えばこういう90度あるよね、はい、こうホームでもう牧がいる、はい、1打席目にね、はい、こっちにヒット打つとするじゃん、はい、はいはい、次の打席どう考える？これマウンドがあってこのピッチャーはキャッチャーと何を考える？こっちに打たれる。やっぱ配球はやっぱ内になるんですか、うん、外には投げない。外を見せて見せて内で勝負。こっちに打つみたいな。もう心理が分かってる。バッテリーそれとアンダースローだとかお前どう打つ？アンダースロー、どっち側に狙う？アンダースローですか、うん、で大丈夫。今牧選手の気持ちを言えばいいから。大丈夫だよ。牧選手の気持ち言えばいい。こっちです。右方向だ、はい、正解。いやいやそれはもう、ね、それはそれはもうそういう単純なんだ。単純なの。おこっち打つの。シンプル。シンプル。シンプルでいいの。先に1本打ちに行くんだよ。そしたら次は変化球かなんか狙ってこっち打つの。だから賢いんだよ。じゃあそのコースによってさっきあった力出すのと、はいはい、先にヘッドをカチンって立てて打っていくっていうのは外はそういう打ち方するんですか。そう。コースによって引っ張りたい方向によってにこう先にこう、だから無理やりでも向こう持っていくというか。で速いボールには負けないようにヘッドを先にバーンと出しちゃうときは賢いんだよ。その分じゃミート力もしっかり備わってる。もちろんもちろん。だからなんか泳がされても結構しっかり捉えていくだけ多い。そうそうそう。レフト線とかもそう。それと体がこうやって前に推移していかないんだよ。宮崎というそこ。なるほど。ああ、なるほど。だから三振率が低いと思うよ、あいつは。だから変化球も結構ギリギリまで待てるっていう。そうそうそう。そうそう。だから変化球にも強い。はあ。変化に強い。だからすごいよ。中央大学すごいですね。ああ、そうですね。賢いだろ。賢いですね。湯高さんも賢いですもんね。でもね。説得力。お前言われたらやるしかない。いやいやでもすごい。今面白い。そういうのを、うん、もう。やっぱ備えてるってことですね。備えてる、でもそれ言われてなんかちょっと見たくなりますね、牧選手の打席。いやだから大体分かりやすいのが、はい、その前の打席引っ張ってたんだよ、はい、ね、で解説で言ったのは次絶対流しますよって言ったら右中間に。だから賢いんだよ、やっぱすごい幅広いんだよ考え方。解説者にも優しいですね。じゃあそう、そのままやってくれるから、そういう意味では優しい。豊さんは立てたっていう、そういうバッティングですよ。でもこれが攻めが変わってきた時に、はい、見ものだよ、マキ。ああ、なるほど。面白いと思う。ちなみに牧選手の、まあ、まだ試合数も少ないんですけど、うん、ちょっとここ苦手だなっていうコースとかってあるんですか。あいつは狙ったら苦手なコースはない。すごっ。まだそこにこう打っていける。だから技術があるから。本当に宮崎選手とちょっと似てますね。だから結構佐藤って言われてる時に、はい、佐藤が、まあ、確かにポテンシャル高いよ、はい、佐藤がダメだったら俺新人王は牧だって言ってる。おお、25本あいつが打たれたらまあ25本は打てないよ、まだ今年は、はい、牧は20本1回いかないかぐらい。でもそれだね。いや横浜スタジアムだ。はいはいはい。そしたらいい勝負になるけど、でも相手が25本から30本打ったら佐藤に持っていかれるかもわからないけども、でも俺は佐藤がダメだった時に俺は満球が来ると思う。うわー、楽しみ。でもお前栗林やったの。いやありますから。栗林選手ありますから。いやある。でもないと言ってない。いや水中さんが牧選手新人上がってくるって、はい、最近言い始めました、ね。あら、そんなことだ。前言ってなかったよ、ね。やってます？もしかして。いや。やってると思う。やってんすか。やってんすか。やってんじゃん。でも、うん、
いや、すごい、それは、いや、面白いです。それすごい知りたかったんですよ。すごい広角に打つなっていうのを。そうそう。だからあいつは、ただ単に広角に打ってるんじゃなくて、考えてる。はい。その意図が、もうものすごい技術からもそうだし、見える。それと、このピッチャーは、あっこっちに打った方がいい、引っ張った方がいい、そういうのが分かってる、瞬時に。で、それを考えてなかったら、天才だわ。ほう。いや、本当に。じゃあ、もう今、もうほぼ完璧な、はい、まあ、完璧とは言えない、近い、うん、近いね。この牧選手に、うん、まあ、後輩として、DeNA の後輩として、一人の選手として、何かエールがあるとすれば。エール、はい、何かここを、だここを、ここを今後の野球人生を見て、気をつけるところみたいなのをちょっと一言いただいて、これだけは気をつけろって。あ、それはね、コロナと女。